気候変動対策の必要性を主張するデモが世界各地で繰り広げられました。国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議が開催されているグラスゴーで2021年11月6日、気候変動対策の必要性を訴える大規模なデモが行われました。あいにくの天候でしたが、数万人が集まりました。このような抗議活動は世界各国で開催され、 各国政府に対して化石燃料の使用削減や気候変動の影響を受けた貧困国への支援をするように訴えました。スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥンベリさんは「COP26 の権力者に人々と地球を守るよう訴える明確なシグナル」とツイッターに投稿しました。そして「リーダー」と呼ばれている人は動いていない。 デモに集まった人たちこそがリーダーシップの姿だ。と続けました。世界各国、ロンドンをはじめ、デンマーク、オーストラリア、フランスでも抗議デモが行われました。実行が伴わない、口だけの気候変動対策が続くのだけは、やめてほしいものですね。タケシン44ニュースでした。